はい、今日のお店はこちら、またどん麺ですよ。毎度おなじみ栄光街四貫寺へ、ついに読み方覚えたわ。今日もくっそ暑いです。この日は8月1日、夏真っ盛りやからな。ここは昔ながらの家族経営のローカル食堂のようですね。わお、昼時に来たけど客ゼロかーい。ちょっと心配やわ、なんで僕こんなお店来たん。メニューはこんな感じ。どうしよう。じゃあシンプルに卵チャーハンと本用チャオソーピリ辛ワンタンにしよっかな。シャオツァイコーナーしょぼ。あー、なんとなく今日は昼からビールの気分やな。お疲れっす。ぷはー、よく冷えてるのに相変わらず美味しくないわ。台湾ビール、水みたい。おー、シンプルやな。よっしゃ、ほな食べていくで。まずは卵チャーハンから。マジで卵とネギのみと超シンプルやのにめちゃくちゃうまいかな。これは今まで食うた台湾のチャーハンの中では5本の指に入るかもな。ガチの卵とネギのみの卵チャーハンならディンタイフォンに次いで2番目に踊り出てきよったで。これや、これやねん。うまいチャーハンってこういうことやねん。よっしゃ、ほなピリ辛ワンタン行こうか。うまー、これもニンニクがめちゃくちゃ効いててめちゃくちゃうまいわ。見た目より辛くないし、とにかくうまみがすごい。皮もプルプルで、見てみ、このむき出しの蛍光灯からのこの光沢よ。なんやこの食堂、最高やないか。どうも、ゾロです。いやー、このシンプルな卵チャーハンがね、思わず笑みが漏れてしまうほどに美味しいですわ。これはね、麻婆豆腐が欲しいわ。これ麻婆豆腐のっけて食うたら絶対うまいでしょ。でもそうは言うても麻婆豆腐ないものはないんやから、このピリ辛ワンタン乗っけて食うてみるか。うまー、心なしか台湾ビールもうまく感じるわ。これはね、以前からちょっと思ってたんやけど、ギャップが大いに関係してると思うんですよね。例えば Google マップの評価が良くて口コミの数も半端なかったら、それだけで期待値が高くなるから、美味しくてもそこそこのものだとがっかりするねんな。逆にこのお店みたいにお昼時やのに客ゼロで、口コミも評価もあまり良くないのに、そこそこのものでも美味しかったらテンション上がるし嬉しくなるねんな。いやはや、ほんとグルメって奥が深いですね。は
い、食べてきました。ごめん、ちゃんとした値段わからんけど、卵チャーハンとピリ辛ワンタンに缶ビール全部まとめて185元、約700円弱と安いしうまいし最高ですね。これは家の近所にというか家の真下にあってほしいわ。エレベーター降りたらすぐ卵チャーハン焼いてくれるみたいな。ピリ辛ワンタンも一つ一つ手作りで美味しいし、お母さんもおばあさんも優しくて、ほんと通いたい、僕通いたい。美味しかったよ、ありがとう、ごちそうさまでした。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。